はい、皆さんこんにちは、渡辺裕之です。では今回は新規連の野望復活のララ続きをプレイしていきたいと思います。逆襲の写真になるように歴史介入ポイントを使ってララを復活させて完全エンディングを見ていこうという企画になります。前回までにですね、地球上の連邦軍の拠点だいぶ潰してまして、残っているのが北京、ここはすでに今攻略部隊を送り込んでいます。それとハワイ、ここにね、今部隊を進行させているんですけども、まあ、ちょっとね海中心のマップということもあってですね、部隊の到着が遅れています。そして、最後ダカールですが、ここはね残りの連邦軍の拠点全部潰したら進行可能になるということで、今その進行の準備をするためにですね、キリマンジャロから部隊を発進させたところです。ダカールに侵入できるようになったらね、すぐに部隊を送り込んでいけるように準備をしていきたいというふうに思います。では早速ハワイ、北京、この辺りの、ね、攻略戦から始めていきましょう。で、シナンジュは完成して今地上に下ろしたところですね。なのでシナンジュもうまくね、攻撃、防衛、これらにうまく使っていきましょう。ちょうどシナンジュが今戦ってます。まだパイロットが乗っていないので、ね、このパイロット、まあ、誰か乗せていきましょうか。ララあたりを乗せていくのがいいのかな。ララをちょっと乗せていきましょう。いや、シナンジュパイロット乗ってないとこの程度か。これはちょっと危険だな。ジュドーのダブルゼーターとかを相手にするとシナンジュが落とされてしまうっていうリスクもちょっとありそうですね。一度どっかの拠点に入れてララーに乗ってもらいましょう。戦闘を再開します。こちらは北京の攻略戦です。では北京の中心部、これの制圧が完了ですね。制圧しちゃいましょう。レウルーラで制圧。北京を陥落。残っているのがハワイ、そして最後のダカール、2つになりました。このままダカールまでね、進撃をしていきましょうか。ではハワイにも侵入しましたので、カプールでしっかり補給線をつなげながらですね、ここの攻略戦を行っていきましょう。シャアの排入ガンダムと、ごめんなさい、シャアのナイチンゲールとアムロの排入ガンダムが侵入してます。ここも取ればいよいよダカールのね、最終目標の攻略が始められます。連邦軍の方にも排入ガンダムと思われる機影が確認できますね。まあ、ただしこっちはアムロが乗ってる排入ガンダムなんで、ね、ここは蹴散らしていきましょう。ダブルゼーターもいるね。ダブルゼーターの生産数の上限は思ったより高そうですね。おっ、ここはレイウルーラを狙ってきたな。撃沈される。撃沈されるよね、これだけの数に狙われると。まあ、ただレイウルーラが撃沈されたのは痛いですが、まあ、カプールも残ってるし、このまま攻略は進めていけそうかなと思います。進めていきましょう。補給線だけねしっかり確保したいので注意を払っておきましょうか。ちなみにこのハワイはまだ後続でこの後大部隊が侵入可能なので、まあ、焦らずにじわりじわりとナブリ殺しにしていきましょう。私は信じる道を進んでいるのだ。リガズイがこれだけの数出てくるとね、まあ、なかなかしんどいというかね、レウルーラも撃沈されますよね。さらにダブルゼーターも少なくとも3機は戦場に出てそうな感じがしますね。で、ララーも今ジェガンに乗り換えるためにその準備をしてますので、次のターンあたりはララーもねシナンジュに乗り換えることができると思います。これでハワイも攻略完了ですね。
残されたのがダカールだけという状態ですね。ではダカールの攻略作戦を発動をしていきましょう。諜報部より報告いたします。内通者の逮捕に成功した。内通者は誰だったんだ。内通者が処分の見送りを懇願しております。見返りに連邦の技術情報を供与するとのことですが、情報漏洩により被害を被った兵士たちの感情を考慮する、これは即刻処断でしょう。どう考えても。ただ誰だったのかっていうのは気になりますね。はい、内通者の存在を公にし処分します。結局内通者が誰だったのかっていうのはわからないんだな。将兵の戦意が大きく向上しています。戦いが有利に働くと思われます。総帥、ついに連邦軍を首都ダカールにまで追い込むことに成功しました。ダカール制圧作戦を提案します。早速ダカール制圧作戦発動していきましょう。これでララの復活によるシャム完全エンディング見れると思います。いよいよだ。ダカール制圧作戦を実行しよう。我が軍はこれよりダカール制圧作戦を開始する。長きにわたった地球と宇宙の戦いにもようやく終わりが訪れようとしている。諸君、あと一歩で全てが決する。残る全ての力をこの作戦に傾けてもらいたい。全軍の奮起に期待する。アフリカ大陸西岸ダカール、地球連邦議会の議事堂が置かれる大都市である。だが今はラサを逃れた者たちによる臨時政府が敷かれ、連邦軍の生き残りが集う最終防衛拠点となっていた。今シャアの号令が下る。ネオジオン軍がダカール市街へとなだれ込み、戦いは最終局面を迎えようとしていた。ではダカールの制圧戦始めていきましょう。もうすでにダカールの近くに部隊は一部向かっている状態なので、このまま前に進めていっちゃいましょう。シナンジュがちょっと足が遅いかな。これどっかで乗せて動いた方が早いかな。クシャトリアはちょっと今乗る人がいないんですよね。嬉しい悲鳴というか、なんというか、なのでクシャトリアもゆっくり他の人たちと一緒に進んでいきますか。ハワイを攻略した部隊は一度全員キリマンジャロに移して、キリマンジャロから陸路でダカールを目指してもらいましょう。では部隊を入れていきましょう。ついに攻略戦開始です。このあと2回3回と分けてですね、どんどん部隊は入れていきます。グシャトリアも次のターンでは入れそうですね。シナンジュも次のターンには入れるかな。シナンジュにはララを乗せています。ではダカールの攻略戦です。ここでロンドベル隊をね、潰して勝利と。最終エンディングを見ていきましょう。まずは地固めをしていきます。ダカールの敵のモビルスーツの数圧倒的だな。補給線を維持するのもちょっと難しいぐらいに数が多いですね。次のターンでもうちょっとまとまった数入れていきましょう。ダカールおそらく100機ぐらいのモビルスーツの数になると思います。敵、我々も100機近いもの入れられると思いますし、あと高性能機ですね。それでなんとか前に進んでいきましょうか。まあ、主な高性能機としてはアムロの俳優、ララのシナンジュ、シャアのナイチンゲル、この辺りがね高性能機と
という扱いにできると思います。ではこれだけの数並べましたので、一気に侵入を果たしていきたいと思います。シナンジュもアムロのハイニューもシャアもナイチュンゲルもあとはまあギュネイもね、ヤクト動画に載ってたりしますので、これはこのまま突っ込ませましょう。さあネオジオン軍102、地球連邦軍67という部隊数ですね。ここは序盤をしっかり自分で操作して拠点の確保をしていきます。特にね、海から侵入してきてる部隊はちゃんと経路を確保してあげないと。水上でリゼルなんかに撃ち落とされてしまう可能性があるので、まあ、そうならないようにね、配慮しておきたいと思います。クイズ、総帥は一年戦争の時に使ったパイロットのララーに取り憑かれてるんだぜ。私がナナイとララーを追い出すんだから。ララーをアムロに取られたから総帥はこの戦争を始めたんだぞ。はい、このヤクト動画にはギュネイとクエス載せてます。クエスはこのクシャトリアに乗せてもよかったかもしれないですね。はい、クシャトリアにクエスを乗せ替えました。これでクエスを使っていきましょう。まだレベル5ですけどね、このままおそらくレベルは上がらないままフィニッシュかなとは思いますが、まあ、それでもクシャトリアも使っていきましょう。このね、シナンジュのララーとクエスのクシャトリアが今隣り合わせになってますね。私、ララーの身代わりなんですか？誰に聞いた？いや、なんでそんなことが気になる？私は総帥を愛してるんですよ。困ったな。なぜ？私は総帥のためなら死ぬことだってできるわ。分かった、私はララーとナナイを忘れる。なら、いや無邪気ですね。まあ、このクエスの活躍もあって、まあ、順調に戦いの方は推移をしています。このままいけば力で押し切れるかなっていうね、そういうところまでは来ていますね。私がクエスに手を出すとどうして考えるか。自分がってありますか？クエスが慣れるまで守ってやる。私はネオジオンの再建と打倒アムロ以外興味がない。ナナイは私に優しいし。さあ残りの敵のモビルスーツの数ほぼなくなってますね。これでようやく完全エンディング見れそうですね。逆襲のシャアの完全エンディング初めて見るのですごく楽しみなんですが、他にもテムレイとかね、いくつかの主人公でまだ完全エンディング見てないのか結構あるんで、それらはねこれからも継続して、見ていけたらいいかなというふうに思ってます。仕方ないですね。敵部隊の反応消失、基地中心部を制圧してください。では最後はシャアで制圧します。これで
攻略です。ではこの後エンディング見ていきたいと思います。敵本拠地の制圧に成功しました。敵軍は本拠地を失い戦意を喪失しています。もはやこれ以上の戦闘は必要ありません。我が軍の勝利です。敵部隊完全に沈黙。議事堂内に立てこもっていた勢力も降伏のサインを発信しています。我々の勝利です。総帥、地球汚染をしていた連邦政府の打倒に成功しました。これでもはや総帥の理想を妨げるものは存在しません。ああ、だがこれからが本当の戦いだ。私と共に全人類の業を背負ってくれるか、アムロ。俺の言葉を忘れていないだろうな、シャア。全ての人類がニュータイプとして分かり合える時が来るまで、俺はお前のそばでその行いを見届けさせてもらう。覚悟しておくんだな。よろしく頼む。シャア・アズナブル率いるネオジオン軍は戦いに勝利し、地球人類の完全な宇宙移民化に着手した。地球連邦軍を失った地上の人々に抵抗するだけの気力は残されておらず、ほどなくして全人類の宇宙移民化は達成された。こうして宇宙と地球という対立の図式は取り払われ、戦火を生み続けた争いの火種は完全に消滅した。だがそれでもシャアに安寧の時は訪れない。彼にはまだ全人類のニュータイプ化という使命が残されているのだ。その傍らにはかつての宿敵であるアムロレイの姿があった。シャアは確信していた。大きな犠牲を払い掴んだ勝利を無意にするようなことがあれば、彼が自分を決して許さないであろうことを。はい、では復活のララ完全エンディング見ることができましたので、今回はここまでにさせていただきたいと思います。